かんない、どうにかしないといけないけど、まあ明日にやんないと無理だな。とりあえず電話して聞かないと分かんないから、復元をどうするか。夜配信なギリギリ間に合った、できないかなと思ってたけど、45分過ぎたらやんないつもりだったけど、だからギリギリ間に合ったからしてる。いや、できるか分かんないみたいな感じだったね、微妙みたいな。夜これ使わなきゃな、もうちょっとしかない人生力数でも誘いえ誘いでは無理なんだよ下向き大変があるから、夕方から夜お仕事の無理ですね。仕事してすぎ、仕方ない、携帯古いから。新しい方、これショールーム入ってないからできない、わかんない、ショールームのパスワード送ってもらえばいいけど、もうとりあえずこっちの携帯でできるからいいかなと思って。メール送れるようになったら送るね。ちょっとさ、なんかメールログインできないんだよな、受信もできないし送信もできない。いつも使ってるメールアドレスでログインできないな、なんでかわかんないけど、ちょっと復元できたらできるようになるだろうけど、ちょっとそれまで待って。スイカは使える、モバイル充電しないと。ああ、なんか前もあったね、下北沢あるみたい。え、白飛びはね仕方ない、無理だもんだって、この携帯古いからする仕方ない、無理。白飛びでもなんか何秒か経てば戻るし、いや別に。ちょっとね、メール戻したくてログインしようとしたんだけど、なんかできなかったんだよな、いつも使ってるメールアドレスで、なんでかわかんないけど、なんかできなかったから送れないメール。届いてない。ああ、お店行かないといけない。お店、あのセブン受け取り
行かないといけない。行ってない。あ、え、受け取り行きたいけど私待って、行けないよこれ、メールが見れないから。どうしよう、早く復元しないといけないわ終わったメール、なんかなんか出るじゃん、 URL 送られてくるじゃん、受け取りの時の。受け取れないわ、メールが見れないから。やば、早く復元しないとだな。期間あるもんね、あれ、なんかそういうさ置いておける期間みたいな、なんか1週間ぐらい、そんなないっけ。セブンネットのページ見れる？セブンネット、この携帯めっちゃ使いづらい。セブンネット、あれか、もうログインすればいいってこと？ログイン、でこれご注文詳細を見る、あ、いける、出てきた、いけるわこれ。でもいつまで？でも明日はいけない気がするな。いろいろバタバタしそう明日は。これってさ、期間2週間とかそんぐらいだよね多分。早く行かなきゃ。早く行こう。よかった。よかった。行けるわ。行こう。明日復元ができれば送れる。メールが開ければ。どうしようかな。復元、いや、したいんだけど、わかんないんだよな、携帯のこと。とりあえずやってみて、電話して聞いてみて、それでよろしくね。でもメールは使えるようにしないとやばいしな。まあちょっと明日次第かな。明日もタイムリミットがあるからね夕方からはちょっと下北 FM の仕事してる、そうだ、あったりとかするから。放送は、放送配信始まるのは夜だけど、どう、なんかリハとかであるから、結局多分夕方ぐらいだから、なんかな。でさ、ドライブこっちじゃないわ、あの配信してる端末に入れてるから、そっちでログインしよう。あ、55分ありがとう。ドライブのアカウントのあのログインの情報もらっ送ってもらったから、こっちでログインする。
じゃあランキング読みますね。いいよ。13位からランキング読みます。13位七田さんありがとうございます。12位ムムさんありがとうございます。11位くれないの豚汁さんありがとうございます。10位あきひこさんありがとうございます。9位ジョークスノーさんありがとうございます。8位なかみんさんありがとうございます。7位ヒンメルさんありがとうございます。6位ショートさんありがとうございます。5位カズさんありがとうございます。4位ユーマかっこ熊本さんありがとうございます。3位香港のハルマットマーク京香織さんありがとうございます。次にラスカールさんありがとうございます。そして1位がマルさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとうありがとうございました。ちょっと早めにドライブログインし直そう。配信終わってからやる。今やんない。だできない今。配信で使っちゃってるから端末。こっちの あの交換した方の携帯じゃなくって、今配信してるの方の端末にでログインする。こっちの方が。あーでもあれかな。でも復元するんだったら一回消すし。Wi-Fi ないとこっちの端末使えないけど。復元するためにさ、この。どうせ初期化するだろうから復元するとき、その時に一回一回アプリ消されること考えたらこっちに配信してる端末に行った方がいいよね。そうね、そうしよう。まああのこっちに配信してる方の端末で引き継いだとしても、こんなんだっけ、こっちのさ新しい方に引き継ぎたかったらできるし、まあいいよね。こっちにしとこう。配信してる方でやろう。Wi-Fi があるところでしか使えないけど、でもこっちは消したりしないから大丈夫。そうしとこう。あ、明日の配信。明日の配信は。明日夜はするでしょ、ラジオ下北 FM が終わってからするじゃん。下北 FM の前するかちょっと見ます。するとしたらお昼過ぎぐらい、下北 FM の前にするんだったら2時とか3時とかそこらへんするんだったら、でも分かんない、それかちょっと微妙だ、その携帯のあれ次第だな。ちょっと明日そこら辺の午前中からちょっと復元をいろいろしないといけないから、それ次第かも。全然こだってたらあれかな、やるかもしれない。下北台風の前やんないかも。復元どうにかしないとだもんな。ね、復元大事だから。夜だけかもしんない明日。できそうだったらやる。かな。あ、もう時間か。じゃあまた明日の配信で、夜は下北 FM 終わった後やるんで。夜やる。じゃあまた明日。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。また明日。バイバーイ。おやすみなさい。またね。おやすみ。また明日。